がリポートしてくれています、はい、今や最強の呼び声高い貴乃花、明けぼのの両横綱、その実力は他の力士を圧倒。今年も初場所から3場所連続で両横綱が優勝を独占。かつてはこの2人を脅かした力士たちとも今や実力の差は歴然。両横綱を倒す力士はいないのか、そんなファンの声高まる中、実は今場所すごい力士が登場する。ズバリその力士の名前は、あの大関朝潮以来の高知県出身、土佐の海。そう、土佐の荒波のように大暴れの予感するニューフェイス。私が土佐の海です。その実力は大学相撲の名門同志社で1年生から大将を張り、手にした個人タイトルは歴代6位の15、人呼んで西の怪物。その強さは先場所優勝した横綱貴乃花に唯一土をつけた平成の怪物関脇武双山も認める。武双山にとって土佐の海は高校大学を通じ最大のライバルであった。2勝1敗なんですけども、はい、内容は五分五分だったんじゃないですかね。佐野関、実際対戦楽しみですか、それともやりにくいですか、どっちですか、ね、やりたくないですね。そして角界入り後の実績は、先場所元大関琴風以来十両で16年ぶりの14勝を挙げ優勝、初土俵からわずか8場所という大記録。そして今場所西前頭7枚目という戦後2番目のステップ昇進で新入幕。横綱柏戸を生んだ名門伊勢の海部屋に入門しわずか1年余り、角界では決して大きくない土佐の海だが、その相撲センスは抜群。長い手足を生かしての力強い突き押し相撲、そして俊敏な足さばきが光る。先輩服部さんも将来の三役候補と断言する逸材だ。なんかこう自分土佐の海関というとちょっと肩力凝ってしまうんで、いつも通り年を年をでよろしいでしょうか。全然いいです。そうですか。さて今場所なんですけど、武双山とかですね、貴乃花、獣とそしたら対戦が見られるかもというような番付に上がってきたわけなんですけど、楽しみですか、それとも不安ですか、どっちかな。そうですね、うん、やっぱり向こうの方は強いんで、いや少しでも土俵の中にさっき言ってた話とだいぶ違うんですけど入れるよう頑張りたいと思います。見てる方としてはね、どんどんね面白い相撲を取ってほしいなっていうのはね、ものすごく期待してるんだけど、どう貴乃花の相撲見ててめちゃくちゃ強いなっていう。なんか俺なんかで年上がやってくれそうな気がするんですけどね。多分無理だと思います。当たったらどんな相撲、はい、狙いは。いや、やっぱり組まれてれば全然相撲取れないし、うん、でも押せないと思うんですけど。まあ、案外ね、こんな顔しててね、やるときはやるんすよ。どうしよう。あくまで謙虚な土佐の海、しかし入門から胸を貸す兄弟子北勝ち時はこう言う。やっぱり入った時よりは全然違います ね、 ね、入ってきた時は全然ね、変わりましたしね、うん、体大きくなるにつれて強くなってます。やっぱり馬力もあるし、立ち合い一気に当たって休まず攻めるっていうのがいいんじゃないですかね、うん、入門から順調すぎるほどの活躍を見せる土佐の海、現在唯一の悩みは体重が増えないこと。一時は120キロまで落ちたことも。一応あと何キロぐらい体重を増やしたいの。これは須田洋。須田洋や。須田洋。15キロです。15キロぐらい。はい。150キロやな。土俵を離れるとまだ若干23歳の現代っ子。一番のリラックス方法は趣味のファミコンと音楽。聞くのは洋楽ばかり。そこで彼女は募集中なんですけどね。ファンレターなんかすごいんじゃない？全然来ないです。はい。ぜひとも写真付きで募集。そうですね、写真すぎる。怒られる、親方に。そんなこと言ってたら怒られるよ、お前。カットス、カットス。危ないよ。髪の伸び方が追いつかないスピード出世に大いちょうが言えない土佐の海。今場所の番付ではいきなり横綱との対戦もあり得る。22年ぶりの新入幕金星も夢ではない。今場所前頭西7枚目に一気に新入幕を果たした土佐の海、対戦相手から考えますとちょっと苦しいかとは思いますが、序盤戦うまく乗り切れば彼らしい若々しい相撲を見せてくれると思います。佐野美がこの名古屋を熱く
熱くしてくれるような気がします。いやもう一つね、服部さんからの情報なんですけれども、土佐の海関の実力は入幕当時の貴乃花関の横綱貴乃花関の、まあ、力と勝るとも劣らないということなんですね。ということは名古屋場所でどちらかの横綱と当たったらこれ絶対必見ということですね。もう絶対見たいですよね、はい。さて昨日ワールドカップの決勝が行われました。もちろんサッカーでもバレーボールでもありません。こちらです。呼び声が高い伊勢の海部屋の土佐の海関です。それでは関取の3サイズをですねちょっと測らせていただきますが、本当にがっちりした逆三角形の体なんですよね。全然いや本当ですよ。ちょっとじゃまず肩幅から、はい、こちら身長185センチ、体重137キロの土佐の海関。太鼓腹が普通の力士としては珍しく、ウエストが脅威より13センチ細いんです。この先もっと体が大きくなる可能性を秘めています。これ44、私のウエストぐらいですね。そんなことはない。絶対嘘です。それは嘘です。土佐の海関の武器は恵まれた上半身から繰り出される速く重い突っ張りです。十両時代の勝率は7割を超え、今場所は新入幕ながら前頭7枚目横綱大関と対戦する地位まで上がってきました。今度その前頭7枚目というとかなり上ですから、はい、その上位の力士との対戦、はい、結構厳しい番付ですよね。まあそうですね、けど全然負けてもともとですから、一生懸命取るだけで、はい、全然気にしてないですけどね。プレッシャーはまあ負けてもともとですから、そんなに感じてないですね、はい。同志社のキャプテン山本、本名山本敏夫、同志社大学時代は突き押し一本で15個ものタイトルを獲得。同学年の専修大学の OSO、現在の武双山と並ぶ強豪として知られていました。東の OSO、西の山本というぐらい、まあ有名な。全然有名じゃない。西日本はあまり強い方がいなかったので、たまたま僕がいたんで、はい。対戦取り組みはなかったということですけども。そうです。お互い顔見知りで。そうです。全国大会とかあるじゃないですか、はい、で暇でそこの地方の近くのパチンコ屋でたまに会ってました。その武双山関と今度は幕内の土俵の上で取り組みがあるんですけれども、はい、そうですね、一発に持っていかれないように粘りたいですね、はい。勝てます。何ですかその顔。判断してください。頑張ります。スピード出世を続け、周囲からの期待も大きい土佐の海関。しかし実力者のひしめく幕内への挑戦はこれまで以上の試練です。親方の見守る中、その激しい稽古ぶりはひときわ目を引きました。対戦相手も違うし、やっぱりみんな強い方ばっかりなんで、やっぱり自分なりに体力つけたり、やっぱり馬力つけたりしないといけないなと思ってます。ともかく本当にいろんなプレッシャーも大きいでしょうし、はい、うん、大変でしょうけど頑張ります、はい、いい場所にしてください。なるといいですけど、はい。どこまでも謙虚で負けてもともとという言葉、何度聞いたかわからないんですけれども、この当たって砕けるの精神で名古屋場所の台風の目となって盛り上げてくることを期待したいと思います。